ローズ、マリエ・グーレの作品、ネフポアー・キャトルズ・レインズ。モントリオール理工科大学虐殺事件の犠牲者を記憶するために作られた、ランドスケープアーキテクチャーと彫刻等を組み合わせた、遊歩道都市計画環境アートランドアート、サイトスペシフィックアートサイトスペシフィックアートとは、特定の場所に存在するために制作された、美術作品及び経過のことを指す。一般に、 美術作品を設計し制作する間、制作者は場所を考慮する。屋外のサイトスペシフィックアートにおいては、時には、高級的に設置された彫刻などとも結びつきが深く、造園、または、ガーデンデザイン的な仕事を含む。また、屋内のサイトスペシフィックアートの作品においては、建物の設計者と連携して制作されることもある。また、 特定の場所のために特別に制作されたダンスやパフォーマンスアート、ポエトリーリーディングなどもサイトスペシフィックアートと呼ばれ、その場合、振付家や演出家は衣装のためのインスピレーションと動きのレパートリーとして特定された場所を使い、音楽においては特にローカルな作曲者によって作曲された楽曲に委任することを重視することが多い。ありがとうございます。